はい、こんにちは。こんにちは。はい、りょうちくんがなんかね、はい、面白い発見したと。はい。はい、なんですか。まずその手に持ってるものは何でしょうか。リューターです。電動リューターです。こういうセット。こういう、なんかいろいろ出してずったりする。そう。でですね、うん。今回、この爪楊枝。爪楊枝を、リューターに、取り付ける。この中にそうか、爪楊枝も入ったのか。なんで爪楊枝やろうとしたの。うん、じゃあ、たまたま。はい、いきます。まずこれを切ります。あった。うん。ほい。で、これをで、まず取り、あれ。はい、で、入った、入った。毛がちょうどいいんだ。ちょうどいい毛なんだ。で、これで、しっかり。あそこ、そこガッチリ締めちゃう。あ、そのまま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 壊れる壊れる壊れる、その、ジョン。本当全然芯がぶれてない。うん。これで、さあ何ができるか。これとこれとこれ。うん？何？これとこれと。まず一番柔らかそうなのから。ではまずジーンズ。ジーンズ。これ分厚いところ。デニム生地。穴開きます。こんな楽勝。最高通。はい。次はこれ。滑るかと思ったんだけどね。次はこっちはこっち。じゃあ。優しく。ちょっと見えかな。おい。ってことは泣いた。で、次はこっちだ。いくよ。髪の毛はどうよ。見して見して。はあ。使ってくるともうボロボロになってくる。蓋は？あ、本当だ。先っぽがさすがに潰れてくるね。うん、へぇー。意外な。一番硬いこれも。意外なものが。やってみようか、ここ。じゃあ、こいつを挑む。ペットボトルのキャップ。さっき、こう穴開けてんだよね。うん、そう、穴。これを、横から穴開くの。やってみる。やってみる。やってみていいよ。挑戦状だ。はい、どうぞ。はい、行きます。行くかな？結構もうボロボロだった、俺。中に入り込んでいく。スッシュ。すげえ、穴開いた。いた。スッシュ。あー、大丈夫か、リュータ大丈夫か、大丈夫か。あの。いった。すっげえ。すごい綺麗に。あのね、その穴開いたその爪楊枝っていうかリュータもすごいけどさ、やろうって発想した君たちがすごいよ。面白いことするね。ダンプラとか、うん、ダンプラとか簡単に行くと確かにね。いらないものは確かにね。まあ安全なドリルっちゃドリルなのかな。買えばいっぱいありますって。もしっていうこと考えるね。こういうドリルしか使わなくてもさ。あちなみに向こうにはダンボールも穴開くのね。開く。面白いね。行くよ。あれちょっと待ってね。手が危険だったさっきから。不安になってきた。お酒だ。はい、もうありがとうございました。